ってる豊さん、反撃に出ましたね。反撃の豊。今日はさ、午前中撮ってんだよね。あ、そう、珍しいですよ。俺は朝弱いね、うん、あ、そうなんですか。でもこの企画は目が覚めた。今日は豊の反撃に入ります。あ、そうだ、お前、豊の予想は当たらない、見る目はないわ。だからコーチはクビになる。余計なお世話だ。そこまで言われたんですか。余計なお世話だ。豊さんがいいチーム、いいと言った選手はそこから反転し始めるって言ってる。叫んだっつう。たまには当たるんだ、ボケ。そうなんです。なぜ今日反撃に入るかというと、豊さんすごいものを今日持ってきました。そうだ、もう去年の12月、いわゆる半年前に豊さんが今年言ったれ言ったれ、もう今年ブレイクするであろう選手、はい、みんな言ったれもうを挙げてたんです、はい、半年も前に。そうだ、その答え合わせしたいと思います、はい、まずは巨人豊さん、はい、秋広選手を挙げてましたな、はい、これ体感が良くなって、うん、ファームのホームランを打った、はい、あれを見た時に、うん、あ、秋広来るよって思った、はい、思った、ね、今どうしてるの。もうきっと3番打ってますよ。分かんないよお前。現在ですよ、これ6月の、うん、7日時点、36試合に出て打率3割3分3厘、ホームラン4本、打点17。はい、見ない上見ない上取れ。当たったよ。しこれはやっぱりその時の豊さんの見たのがそのまんま今、まあまあそうだね、ですよね。まあ来るなと思って今年のキャンプを見て、はい、さらに良くなってるなと思って、うん、ただポジション的にあ、ここかなっていうふうには思ってたけどね、はい、見事、まあまあ、まあそうだね、本当な、はい、これはあのこの先も秋広選手この好調さっていうのは今シーズンは一旦ね壁が来る、必ず攻められ方がインサイドに偏ってくると、うん、どうなんかなっていうね、はい、まだ偏りがないけど、でも半速球はすごくうまく打つし、はい、だから非常に日々成長してる感じがするね。そうですね、はい、もう見事豊さん大当たり。そうだよ、はい、大当たり、はい、次、はい、阪神、はい、前川右京選手、ゆたれゆたれもうね、ゆたれもう6月初ヒット打ったやないかい。6月6日楽天戦でプロ初ヒット、はい、打った。4試合かかったかな、そうです、ね、初ヒットまでな、まあ、32試合これまで出てまして打率3割6分、はい、ホームラン2本。これファームでしょ。これファームの試合でしたね。はい、はい、まあファームでも活躍してますし、はい、プロ初ヒットも打ちました。まあ、楽天戦でな、はい、ライト前打ったけど、うん、やっぱあの打球の速さとか、はい、ね、初ヒットの、うん、見るとやっぱり非凡なものを感じるな。そうですね。うん、あとはやっぱ面構えがいいわ、うん。あと打席に入っての構えの腰の座りがいい。だからまあこの選手はしぶといよ多分。そうですね、あの初ヒットのところも岡田監督試合後にその前までの3打席がやっぱりその低いボールにやっぱり手を出してしまっていた、うん、まあそうだね、ただやっぱりそこから自分で打席ごとに相手ピッチャーのことをよく見て4打席目にヒットを打った、それが素晴らしいっていうふうに言ってましたね。そう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 、うん、大抜擢でな、はい、あの DH でな、西武でデビューしたけども、うん、はい、まあだけどへこたれないで、はい、ね、打ち返していったというね、うん、あのスイングを見たときに、あ、この子は打てるスイングしてるなとすぐ分かったよ。あ、もう分かった分かった分かった、あ、この選手はあとは慣れだから、はい、まあ、レギュラーというとね、森下選手だったりあと井上選手と一緒に競いながらってことになってくると思うんですけど、まあ、ここからもね、前川右京選手、うん、頑張っていけるんじゃないか。いや、頑張っていける、はい、続いて中日、はい、石川選手。石川な、はい、高い怪我明け、はい、お前今は今ですね、4番を打ってます。言うたれって言ってるやろ4番、43試合で、まあ、打率が2割3分1厘、うん、まあ、ただホームラン5本ですからね、19ただね、ちょっとね、物足りないのは、はい、やっぱり4番としてチームを引っ張るだけの気が出てないというか、はい、なんかこう淡泊にやってる、はい、もうちょっとこう荒々しくチームを絶対勝たせる、絶対引っ張っていってやるっていうような雰囲気が出てくると、うん、もっと良くなるな、うん、今なんかこう綺麗に淡々とやってるような感じがするから、うん、はい、まあ現代っ子なのかもわからないけども、うん、もう少しこう泥臭くてもいいかなっていう感じがする、はい、うん、まあね、怪我から明けての今シーズンっていうところもあります、はい、怪我してる間に、ね、もう4番になっちゃったっていう、ね、珍しいタイプだ。そうですね、いや本当に普通だったら7番8番に降格だみたいなのがあるけど、はい、ね、怪我する前に立ってた打順よりは、はい、怪我したらランクアップしたランクアップしてクリーンアップの4番になっていたっていう、まあ、4番の本来の、ね、選手があのなかなか調子がっていうところもあったので、まあまあね、はい、でもまあ珍しいタイプだよね。
そうです、ね、当たってるでしょ。当たってただエラーがちょっと守備の、まあ、これは経験ながら経験ですかね、ここは、うん、まあまあそう多くは言うな、うん、そうですねまあでもここから中日を背負っていく4番ということで、はい、もう期待大です、はい、それからパリーグ、はい、オリックスの野口選手、まあ、ショートでな、はい、出てたマルティネス、うんはい、中日の、うんあのインサイドの球をライト線に弾き返したからね、うん、こんな選手見たことない、うん、今までマルティネスのまっすぐを完璧に打って、うん、それも左バッターが引っ張ってライト線に持っていったっていうのは俺初めて見た、うん、もうこれはすごいバッターだよ、はい、だから順調にね育ってほしいなと思うけどね、うん、現在23試合で打率が2割9厘ということで、うんまあね、紅林がファームに落ちてた時に、まあ、盛んに使われてね、はい、で紅林と入れ替わるような形になったけど、まあ、だけど、まあ、紅林がちょっと落ちてくるとやっぱり野口という、うんまあ、まあ競争の段階に入ってるよね。そうですね、はい、さあそして日本ハムは五十幡選手怪我でな足飛んだから、はい、最初そうですね五十幡ね調子が良くなるとやっぱああいう選手って怪我くるなその あの足の速い選手ってそうですよね。そうだからもったいないんだよね、だけど来てるでしょ。はいそうです23試合に出て打率2割7分8厘、うん、というところで、まあ、盗塁も10そうなんだ、はいまあ、足が魅力でなそうなんですよね。だからもったいないなあれ同じところまたやるよ絶対あのロッテの自分のスピードに筋肉がついてきてないんだよまだこれはどういや、ま、これはもう永遠だよねもうつかないね。例えばロッテの荻野選手もやっぱりその足が速かったりとかで怪我がちだったりで荻野に聞いたことがあった、はいねまあ、昨年一昨年ぐらいかプロに近い働きをしたんだけど、はいうん、なんで怪我しなくなったって言ったら、うん、なんて言ったのスピードが落ちましたって逆にそれが良かったんですか。それが良かったんだよスピードがちょっと自分のイメージしてるよりもちょっと落ちましたと、はい、それ怪我しなくなりましたイメージ以上に速かったんで多分そうすると故障につながっちゃうんですね。そうだから五十幡もこれから苦しむとは思うけど、うん、そこら辺うまく付き合っていかないとね自分のスピードとね、うん、そうですよね、はい、あとは挙げていたのは例えば西武の若林選手怪我がいつもねついて回ってましたけれどもまあまああの時の勢いはまだないにしても、はい、チームには必要な選手にはなってるけどね今はね、はいうんはいまあ、ここまで31試合に出場して打率2割6分3厘というところで、はい、本来であればやっぱ西武の1番っていうものを背負って、まあ、打ってほしいな、はい、選手っていうのもありますしね。あと他はヤクルトの、竹岡選手を挙げてました。竹岡もまあちょっと出る幕がないからな、まあ、山田が、まあ、ちょっと足にね故障持ってるから、はいまあ、その具合によっては竹岡が出ていったりとかするけどもね、うん、まあまあこれからだな。これからですかね。まだな。ここまで27試合で2割8分1厘というものです、はい、でその他豊さんも挙げてたのはあとは DeNA、はい、海老名選手、はいまあ、2軍ですけれどもまあ海老なんか楠本かってね、うん、言ってたんだよ、はいまあ、楠本が来ちゃったね楠本は、はいもともといいからあの子まだねまあすごいブレイクして今もう切り札だからね代打のね、だからまあ海老名もね、うん、ちょっと魅力あったりとかもしたんだけど、はいまあ、楠本来たね来ましたね、うんまあ、でも海老名選手今2軍ですけれども、はい、どうでしょうこの1軍に上がって活躍っていうところになってくるとこれからまあそうだな、うん、まあ例えば太田大志とかベンチにいたりとかするけど、うんはい、そういうクラスとの争いになってくるのかなっていう感じがするけどね、うんはい、あと広島は末金選手でしたね現在に言う末金な、はい、何やってんだあいつあの本当に出てきて活躍しててもいいと思うんですけれどもね末金選手なあ、はい、まあでも外野、まあ、では西川がいたりだとか、いろいろするからな、なかなかあれだし、マクブルームが4番としてな、はい、今座ってたりだとか、まあ、いろいろすると、はいまあ、ブリ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 振って、率が悪いよりは、今は確実な方を取ってるよね、新井監督はね。はい、まあまあ、でも期待はしてると思うけどね、そうですね、新井監督ね。あのこれからの次世代の広島を背負って立っていく。だったらいいけどな、になってほしいなってファンも期待はしていると、まあねはい、思います。でソフトバンクは川瀬選手を挙げていました。川瀬いいじゃん、
はい、現在36試合に出て、まあ、打率1割9分2厘というところで、まあ、打点7なんですが、まあ、今宮が戻ってきたからね、はい、ちょっとそれで入れ替わりでベンチに引っ込んでるけど、はい、まあ、だけどいない時に支えたと思うよ。でロッテ、はい、小川選手ともすぎ出てきちゃったな。出てきましたね、はい、まあ、小川もすごくいいとは思うんだけど、やっぱともすぎが出たことによって出番は減ったな、はい、で藤岡がそのともすぎが出てきたんでちょっとケツ煽られて、はい、いやそれでも一生懸命やってるから、うん、だからそういう意味ではまあ、踏ん張りどこだな。そうですね、ちょっと頑張らなきゃというところですよ ね、はい、あと楽天が、まあ、2軍、今現在2軍なんですけれども武藤選手、武藤が、はい、まあ、ここら辺はもう好き嫌いのもう範疇だなと思うけどねそうですね、いや武藤もあのバッティングはね、打てるようにしてやらないといかんよ、上でやっぱセンスいいもん。下ではなくて上で成長させていくっていう、まあ、そうだね、うん、まあ、これで全選手になったんですけれども、宇多田さん結構当ててますね。結構当ててんじゃないんだよ、ちゃんと見てるって言うんだよちゃんと見てる、適当に言ってるわけじゃないわけだから当たってますね、まあ占い師じゃないそうですね、ちゃんと見てくるだろうなと思っていた、評価をしてるという、評価をしてるっていうところで、当たってる、まあそういう言い方しかないからそうですね、まあ、いいやつだ、まあ、見る目があるというところですよね。まあ、ね、今上がった選手ですね、もうすでに1軍で活躍している選手もいますし、はい、あとはここからっていう選手ももちろんいますし、もちろん、はい、ね、ますます、そうだよ、まだまだ物足りないぞ、あ、今上げた選手の素質を考えるとね、はい、もっともっと上に行けるから、ね、うん、頑張らないとね。もう今日は湯田さん枕を高くして寝られますね。そうだよな、うん、首が痛くなるかもしれない、はい。